ははいこんにちは長田ですえっ、ー、と先日、まあ、動画でも、あのー、紹介したんですけど、まあ、日本国内でね、まあ、発表会も開かれて、あのー、販売がされている、まあ、モトローラモト G7 ファミリーですよ G7G7 プラス、えー、G7 パワーか。うん まあこの中で G7 プラスが一番フルあのスペックが高くて G7 パワーが一番スペック低いんですけど2週間も経ってないですよね発表されてから2週間も経ってないんですけどアマゾンで一律9%引きになりましたすごい早い早いですねあの一番フルフルスペックのフ,、まあ、フルフルって言ってももう G7 シリーズ自体がミドルスペックなので その中でも高めのやつっていうことなんですけどもともとあの4万2千円ぐらいしたんですけど4万1900円かしたんですけどまあ9%引きってことで3万8千円ぐらいになるんですよすごいよな約4千円約4千円ですねまあ4千円しないぐらい値引きされてますいきなり2週間経たずして 俺はねこの元 G7 プラスのビバレットが一番好きなんですよなんかガーネットっぽいレッドであの男が持っててもむしろまあ,あの男が持ってると結構ねかっこよく見えんじゃねえかなっていうふうに勝手に思ってる元 G7 プラスのビバレットですけども万円になっっちゃうって結構大きいでしょであの一番そのさっき言ってたあのスペックの低い G7 パワーですよ。 G7 もともとが2万まあそれでも7,800円とかなんですけどそれでもかなり安いなっていう風な印象を受ける人もいると思うんですけどまあ俺も結構1万円台のスマートフォンも紹介してるからそこまでじゃないかびっくりするほどではないかなまあまあまあ安いじゃんっていう感じがあるかなと思うんですけどそれ2万5,000円ですからね9%引きになると結構おっきくないちょっとじゃあ久しぶりのモトローラーの端末触ってみようかなっていう感じになるよね 元 G7 無印の場合だとえっとで全て各色揃ってますね今気づいたけど各色ちゃんとアマゾンに揃ってますね3万3,000円まあ3万3200円なんですけどもともと G7 の無印があの3万円3万200円になります3,000円ぐらい引かれる結構なもんよこれ。 だから意外と例えばあのもうそろそろねそのスマートフォン変えようかなって思ってたんだけど元は狙ってたのがファーウェイのまあそこそこのねあのスペックがあってそして安めのものっていうふうに考えてたけど全然出ないんだよねとかあのノバとか今後来るのかしらノバ,ノバシリーズ狙すたのに来るのかしらとか思ってた人とかはもう意外と。 あの手に取りやすいものになってるのかもしれない帰りやすいというかね結構まあモトローラーもちょっとまあ特殊ではありますけどねこう持ち心地というかや若干幅があったりするんで他のスマートフォンと比べるとベゼルの部分がねちょっとがっしり作られてるんでちょっと持ち心地が違和感感じる人もねいると思うんですけどそれでも俺個人的にはやっぱモトローラーいいなっていう風には思ったりしてるので。 まあ、あのそのモトローラーの端末を触るっていうところのハードルが今回グッとね下がるかなっていうふうに思いますうんまあ一番上のモデルで4,000円ぐらい真ん中の無印で約3,000円、まあ、下のモデルで2,000数百円全部その一律 9%, 9ですけど値引きがされたというところですまあ発売からして2週間もた一1週間ちょっとですよ、まあ、この動画撮影してるのがそのタイミングなんですけど 1>, 1週間ちょいでねえ値引きっていうふうになっちゃう1週間7そうだ1週間ちょいですよね、うん、値引きっていうふうになるこれすごいねもともとだからちょっとやってくれてた方が良かったのかもしれないけどまあでもイメージはアップするかな逆にね 価格が下がったっていうことによってあの発表された時はあやっぱちょっとでも他のねファーウェイとかオッポとかに比べてちょっと高めに設定してんなっていうふうに一歩引いたのをもう一回引き続けるっていうところでこのの値引きっていう手段に出たのかなもともとこの値段でも売れるんだけど上げといての下げるってことでイメージだけ良くするというかそういう効果をもしかしたら狙ってたのかもしれないですけど。 うーんなかなかいいと思いますねこの G7 いい当時そのビバレットの画像も載せたりしましたけど結構あの個人とかあとはなんか記者の人とかがその光り方を載っけてる写真とかがもうすでに出回ってたりとかあとは YouTube とかで実機がね あの実機のこの動画が出たりもしてるんでちょっとそれ気になる人はね改めてそういうところで調べてみてくださいあの俺が綺麗だよって言ってるのがなんとなくわかると思いますまあそれを見たところでね同じようにあの欲しいなって思うかどうか別にしておいてもうんちょっと他のところちょっとパパッとこうググって見てみてくださいよあのまあアマゾンで売られてるんでねあのこの子たちはやっぱ別に逃げも隠れもしないわけで。 あのいいと思いますうん俺もちょっとねあ9あ9%でもまた下がんのかないやーまあでも単なるそのイメージとしてねもう一回引きつけるための戦略としてこの下げたのであればねもともとこの9%下がった価格で売れるんだけどあの高めに最初から設定しておいて下げたっていうそういう戦略なんだとしたらもうそこまでね例えば 2週また2週間後ぐらいにまた下がりましたみたいなことにならないと思うんでね、うん、まあ欲しいと思った時が買い時ですよ、うん、だと思うんでモトローラーは俺の中でも結構イメージいいイメージだったりするしやっぱりフィーチャーフォン時代の憧れとかもまだ残ってて俺は買わ,買わなかったんですけどまあ友達とかが持ってたりしてかっけーなとかと思って見てたりしたこともあったりしたしやっぱり そのネクサス6か6とかもかっこよかったしでかかったけどねでかかったけど、うん、でその後に出てきたものも結構俺好きだしさやっぱ元モトモズみたいなそのアイデアも好きだしなかなかいいものをいろいろやってきてるよなっていうふうには思いますあのなんだデスクトップモードもね我先に行ってやってきたのはやっぱモトローラーだったりしたし。 ああ G7 シリーズがね、まあ、無事にこの日本でもとあの発売されることになって、まあ、その後と Z4 ですね Z4 がまあ発表もされたりしたしまあ残すところはレーザーとかオルダブル系かなっていうふうには思うんですけど、まあ、あとは本当ハイエンドのものでですねどんなものが出てくるのかそこら辺かなちょっともうモトローラもうん もう一回もう,もう一インパクト欲しいなっていうふうには思いますね。はいまあということで、あのー、先日ね日本でも発表されて発売されたものがねアマゾンで一律9%安くなっているというお話でした。また見てなバイバイ。